久保さん、今回自由を手にして分かったことにしましょうか。自由を手にして分かったこと、えー、ずっと自由でいたいっていうね。<laughs> 自由になって分かったこと、もっと自由でいたいっていうね。もっと自由でいたいからもっとやるっていうね。うーんみんな自由になりたいと思ってもやらないんですけど、自由になって分かったことがもっとやるっていうね。<laughs> なぜならばずっと自由でいたいからですね。うーん まあじこの生活がね、もう戻れないですね。てか戻か、絶対戻りたくないですね。うん。だからなんだろうな、なんか逆説なんですけども、この生活がやだ、この会社がやだって言いながら、ずっと30年、40年、結局働いて、新しいことやらないじゃないですか。僕、この生活がいいから、もっとやるんですよね。普通だったら、その生活から抜け出したいから、めっちゃやるはずなんですよ。 普通だったらね。まあ普通に考えてもそうじゃないですか。だってその生活を抜け出したい、その収入じゃ満足できないから、めちゃくちゃやるべきなんですけども、なんかやんないんですよね。で僕も自由に、自由なんだけど、もっとやるみたいなね。<laughs> なんか、不思議ですよね。うん。で、逆に言うと、自由だから、いっぱいやれば、他の人よりももっと差ついて、どんどん差ついて、も、ま、う、あ、一般の人は絶対たどり着けないところに行けるっていうね。時間あるんで、自由だから。 でそれでもやるからだからな,なんか不思議ですよねうんだから自由だからこそいっぱいできるっすよね本当にやろうとめばマジで、うん、<laughs> 久保さんもね時間があるから動画撮れるだろうし僕も時間昔のその会社勤めしてたらこのやり取りできないですよさすがに会社勤めしてたらこのやり取りできないですねうん まあっちけ暇っていうのもあるんですけどうん <laughs> だからまあまあいつまでたってもねまあ久保さんと僕の局地にはたどり着けないと思いますよだから時間ないじゃないですかそもそも普通に働いてたらうんだからまあその <laughs> 泥沼劇場から抜け出すことはかなり無理なんじゃないですかねうーん だってそこから抜け出したいと思ってもやらないわけですからじゃあどうするみたいなうん <laughs>、うん、まあどうしようもなんないですねもういってらっしゃい。